ではテラミスさんなんかはあのー、2点になるのか1点になるのか、まず競泳って、あのー、いろんな力学的なことが入ってくるし、で一人一人,一人の骨格によっても抵抗が違うわけじゃないですか。なんで、あので、ー、手足の長さも当然違うわけだし、フェマイケル・フェルプスのフォームなんか手足の長さが違った全然違うわけですし。そうすると、あのー 新しい自分に合ったフォームとかっていうものを見つけていく必要っていうのがあるのかっていうのと、あとブランドの子たち方たちっていうのは、あのまあ、見られないっていうことなので、他者を参考にして、上で自分のところに取り込むっていうことがあるのかないのか。あのもうた、まず水泳の場合は、大きいほ身長ある方が絶対有利なんですよね。 もう、あのー、木村は170しかないですし、ね、百あのーい、今お教えてる子なんかは185あるんで、木村と同じ練習させる必要もないした、タイムが良ければいいだけなので、あの、身長別とかになったらまた話は別なんでしょうけど、 あの、木村なんかもう本当表彰台の真ん中の高いところに立ってるにもかかわらず両サイドの方がでかいというようなことは、あの、それは河合の時からそうなんですけど、まだ最近は水泳強くなってきて、あの、強くなってきてっていうか体格がいい、まあ恵まれた子たちが随分増えてきたので、早いなと思うと大体大きいですよね、水泳の場合。あの、女性にしても男性にしても。で、 あの、大学の先生たちがものすごくマニアック、もう僕の言葉で言うとマニアックなことをものすごい研究されてるわけですよ。で、そういうのを教えてくださる機会はあるんですけど、まず自分が経験してないんで、その先生たちの言ってることを理解するのに、すごい時間がかかって、やってみるけど真似できない。そういうものを今度ブラインドの選手に伝えようとしても、 うまく伝えられないので、まあ、直接伝えてみてくださいよ、みたいなことを言うんですけど、その、まあ、その、パラのレベルって以前から何度も言ってますけど、レベルが低いので、健常者と違って、あの、そんな大学の先生たちが研究してるほどの技術より、普通の小学生のトップクラスの技術を、 覚えられれば、ブラインドの子はだいたいメダルに絡むレベルなんですよね。なので、まあ僕も教え、逆に教えられてたし、あのーなん、そう、その、まあ一つの技術を教えようとするのはすごく時間がかかって、で、あの、以前にもあのお話ししたと思うんですけど、まああの、今回東京で木村敬一金は取りましたけど、 でも、リオより遅いタイムなんですよね。で、あのー、やつは、その、メダルを取るために余計な体力を使いたくないと言って、50の自由形は、まあ、あの、スタイル2なんですけど、それを危険っていうか、あもうエントリーせず、ところが、それは、その、ロンドンが、ええー、 ロンドンなのか、2012年か。から、記録が0.1しか上がってないんですよ。でも体力的な面だけで0.1秒だと本当も上がったとかも、か技術的には全く向上がない状況なんですね。木村にそれを言うと、ぶつくさ言って、今、一応、あの、50の自由型のベストが出るように、 方も自分なりに改善して練習してるという報告だけは来てるので、あ、そう勝手にやればって、そう簡単にできるもんじゃねえぞというような感じで、あの技術をし、を教えるっていうのはやっぱり、えー、難しいなと。で、まあでもそれに取り組まないとダメなんでしょうけど、残念ながら、 あのー、まあ、現状位置をずっとここのとこ続けてる。で、そのままパリも目指そうとしてるんで、こっちもモチベーションが上がらない。やっぱり、その、まあ、年は取ってきますけど、記録が伸びてかないと、なんか一緒に戦ってる気持ちが出てこないというか、えー で、僕は自分に負けてるんです。<laughs> あの、本当だったら、あの、木村ふざけんじゃねえね、この野郎とかって、ボコボコやって、やらなきゃいけないのかなと、この辺にはあるんですけど、今のご時世そうもいかないし、逆に自分が自分、木村君の立場だったら、もう、金取ったんだから許してくれよ、もう、もういいじゃねえか、好きにさせてくれっていう気持ちもすごいわからんでもないし、うん、難しいかな。 パラリンピック行きたいって言ってる子たちを教える方が、僕的には気楽ですかね。すいません。答えにならないんですよ。すん、ん申し訳ない方なんですが。